どうも、マサダイです。今日は日曜日ということで、マサダイ日曜からどうでもいい、今週のどうでもいい話はですね、まあ何かあるかなと思ったんですけど、もう5月もですね、中旬です。あらですね、5月ときたらね、下旬の方にですね、私の誕生日というイベントがあるわけでして、まあ、毎年なんですけど、まあ、自分にねプレゼント買うんですけど、この5月中にですね、あんまり欲しいなっていうね、ものがね出てないわけで、あの誕生日プレゼントを後にしようかなって今うっすら考えてます。夏ぐらいに発売されるので、それをね、自分の誕生日プレゼントに買おうかなとちょっと計画してます。なのでね、いつもね、僕の誕生日の日はですね、今年はこれを買いました的な動画やってるんですけど、今回は多分通常通りかな。それとね、僕の動画を見ると分かると思うんですけど、最近ですね、若干遊戯王にちょっとハマってます。まあ一度ねやめた身であるんですが、やっぱりね、初代遊戯王の映画を見てね、ちょっと火がついちゃったっていう感じですね。まあボボボボっていうほどの炎じゃないんですけど、まあちょろびだったのが弱火になったぐらいですね。うん、とろびっていうのか、ちょろびってわかります？火がついてるかついてないかぐらいの状態なんですけど、その状態がねちょっと弱火になったぐらいでね、まあ結果ランクアップしてるんですけどね、ちょろびから弱火になったって。僕の性格言っとこうかな。僕結構ね、趣味幅広いんですよ。で、その幅広い趣味をどうやってコントロールしてるかっていうと、その火の加減なんです。まあガンダムはねずっとついてるんですよ。ガンダムの火はもう小学校からですね、もう一度ついて、ずっと中火ぐらいですね。ずっと火がついてるんですけど、他にね好きなものができると火がつくわけですよ。で、その火の加減によって、まあ、僕のね熱がわかりますよ。なので、まあ、今言うとその遊戯王が今若干火力が上がってですね、で妖怪ウォッチの方がですね火力下がってます。そういうことでちょっとねコントロールしてるんですよ。どれかをちょっと上げた時に、どれかの趣味が下がるっていうことですね。で飽きたっていうね言葉はほとんどないです。僕は冬眠時間みたいなのはあるんですよ。すげえ長い冬眠期間っていうのはあるんですけど、久しぶりにねなんかその前好きだったものとかに触れるとですね、また火がついちゃうわけですよ、ボッて。なのでね、飽きるっていうことはないですね。我ながら怖いですよ。何年かした後でもねまた再発するんですよ、その好きだったものはね。だから一度好きになるともう一回火がついちゃうわけですよ。ちょろっとボってついちゃうわけですよ、ちょろびが。で面白くなかったらそのままボボ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 っていうずっとちょろび状態なんだけど、一度ね、何か油が入るんですよ。そうするとバーってまた爆発して強火で燃え続けて少しの間で、徐々に火力が戻って中火になって弱火になって、ちょろび、それの繰り返しです。なのでね、サイクルっていうのがあります。というわけで今回のどうでもいい話は、今年のプレゼントはちょっと延期しようかなっていう話と、僕の趣味に関する正確な話でした。それではまた来週。バイバーイ。